アステモリアルレーシング17号車の塚越光大です。毎シーズン、たくさんの応援本当にありがとうございます。2021年からアステモリアルレーシングとして、今までのイメージと違う、アステモレッドで、シーズンを戦いました。非常にいいレースもたくさんありまして、第2戦富士でも、自分の力を振り絞って優勝することができ、チャンピオン争いも最終戦まで繰り広げることができました。残念ながらチャンピオンは取れず悔しい結果となりましたけども、2022年、今回松下選手がチームに加入しました。彼は本当に勢いもありますし、とてもアグレッシブなドライバーで、昨年も逆に、苦しめられた相手だったと思います。そんな彼が、一緒のチームで戦うというのは、非常に心強いですし、僕としても、松下選手に、負けない、いいライバルとして、そして仲間として、チームをチャンピオンに導くため全力で、レースに臨みたいと思います。2022年もアステモリアルレーシング塚越光大の応援よろしくお願いします。